もしもし。はい。私、はい、参議院議員の立花隆と申しますが、はい、小西博之先生にちょっとお話をしたいんですが、はい、いらっしゃらないですか？ください。はい。ちょっと失礼させていただきたいと思います。失礼。ごめんなさい。連絡もいただかないの？連絡いただ、今行きますよ、じゃあ。公務のために失礼しますって。どうするかぐらい、自分憲法違反だとか、国連憲章違反だとかね、言っといて。立花ですが、はい、小西先生いらっしゃらない？今ちょっと公務中でございます。公務中 でそれで切るの？小西さんの事務所は、折り返し連絡するとかご用件なんですかとか確認しないの？これ本当に聞いたの？何の公務してるの今？ちなみに国会は明日からじゃないんですか？ちょっと小西先生いらっしゃらないですか？小西さんいらっしゃらない？今いるのかいないかぐらいで教えてくださいよ。あのね、小西さんがツイッターで僕にやれ懲罰だとか書いてるんですよ。この件について議論しましょう。小西さん、小西博之さんいらっしゃるんですか？いらっしゃらないですか？どっちですか？あなた秘書の方ですよね。いるのかいないかも答えられないんですか？ねえ、小西先生が今お部屋にいらっしゃるのかどうかすら答えられないですか？いや、答えられないんですか？小西さん、はい、いらっしゃるんですよね。はい、小西ですけども、はい、はい、今千葉の被災対応で千葉県知事に対して、分かりました、はい、私連絡をしている最中です。先ほどお電話いただいたときに公務中なので対応できないときちんと秘書からご連絡させていただきました。いつ対応してくれるんですか？お一人いただけますか？いつ対応してくれるんですか？何人対応しないんですか？何についてですか？あなたはツイッターで私に対してね、国連憲章違反だとか憲法を無視してでツイートしてるじゃないですか。だから何ですか？だから議論しませんかって。あなたはじゃあこれからどうするんですか？ちょっと待って、議論しないか私に呼びかけて。別に議論はしなくてもいいですよ。じゃああなたは、いや、私はあなたから、うんうん、今日この瞬間以外何の連絡もいただいてないんです。この間ツイッターで出してますよ。あなたに。私にですか？はい、立花さんが今お忙しいんで。じゃあ分かりましたよ。じゃあいつ、ちょっと待ってください。事実関係確認してください、うん、どうぞ。立花さんが私に対して、はい、ツイッターか何かで議論を呼びかけているんですか？はい、あ、申し訳ありません。もう千葉の被災対応で、はい、朝から夜まで必死に私今やってますので、はい、全く存じ上げませんでした、はい、で今申し上げたように、だから分かりますよ。千葉県知事に連絡取ってるので今お一人いただけますか？うん、じゃあこの後のお一人いただけますか？それはいいですよ。この後もじゃあお話する気はない？今はできません。じゃあご連絡お待ちしますね。それは今お答えいたしません。ご連絡お待ちしてますけど、今公務中ですから対応できないって申し、これ以上やるんでしたら、はい、議員会館を管理している議運営委員会に申し立てますよ。今度誤解ですよ。だからお引き取りください。だから申し立てください。千葉県の被災対応を今しているんで、だから申し立てください。お願いだからお引き取りいただけますか？申し立ててくださいよ。これ以上言うんだったら今言ったじゃないですか。あなた言ったところやってくださいよ。今これ以上ね、対応しない、お一人いただけないんだったら今何とおっしゃいました？じゃあ今直ちに申し立てくださいよ。じゃあ今あなたが撮ってるこの動画をですね、はい、だからとにかく直ちに言ったことをやってくださいよ。あなたは今議員会館の何か警備のところに連絡すると言ったんじゃないんですか？じゃあ今あなたが撮ってる動画を議運委員会に全くノーカットで提出しますか？いいですよ、全然。じゃあそうしてくださるんだったら、やることを検討します。ただ今もうそんなことをやってる、今ここで考えてご返事する意図もありませんので、今被災対応やってるから、うん、これ YouTube にアップロードしますから。じゃあいいですよ、それでいいんですよね。被災対応今やってる。いや、だからそれをやるのは自由ですよ。今日この瞬間もだから自由なんで、妨害されてると思うんだったら、雨ざらしになってる千葉県民の皆さんがたくさんいるんです。それ分かってます。どうかその対応を、はい、自衛隊がそこを体制ね、はい、2000人作ってくれているので、はい、どうかそこに派遣要請をしてくださいっていうお願いを、はい、今私内閣府や千葉県やってる。だったらそのために仕事してないじゃないですか。だから今まさにそれをやってるんです。だからあなた被災した後に僕に対するツイッター書いてるじゃないですか。そんな暇があるんだったら、僕のことに対して国連憲章違反だとか憲法違反だとかいう暇があるんだったら、
被災の後からそんなことを書いてね、ずっと被災対応やっているけれども、被災してから日本国の国会議員が台風来てから書いてるじゃん、先週の土曜日じゃん、国連憲章に反することをしているのを、それは見逃すこともそれもできません。だから見逃すことできないこと書いたんだったら、終わってからでも今からでもいつね議論できるのか。あ、だでしたら、俺かい、でしたら、それをノーカットで出してくださるんでしたら、議運委員会で呼び出しが行けば、私行きますよ。この件を、議運委員会に申し上げることができます。ええ、YouTube で全部アップロードしますか、いいですよね。で、検討した後に、検討して、もし議運委員会で、うん、私が仮にですよ、もし申し立てて議運委員会が、うん、いや、ちょっといいですよ。この件を、もうそんなことはどうでもいいから、YouTube に上げていいですか。お断りします。お断りするの、はい。なんそもう、お断りするの、情けないね。まあ、あげてあげるから。被災対応してる。あげてあげるから、じゃあそれで文句あるなら出てきなさいよ。被災対応してるんでお引き取りいただけますか。いやです。だってあなたさっき被災対応して帰らない場合なんか、ちょっと主演さんを呼びます、ね。呼んでください、呼んでください。どうぞ呼んでください。国会の主演さん呼びます。はい、だから呼んでください。ならそれ言ってるのにやらないから僕呼んでくださいって言ってるんですよ。まあ、国会議員同士でこういうことするのはやっぱりよくないです。いや、あなたが言ってきたんだから。今お引き取りください。で、千葉の被災対応。じゃあ、いつか必ず連絡いただけるんだったら引き取りますよ。千葉の被災対応が、いや、落ち着いて、だからそれは分かってます。またお越しください。必ず連絡いただけますか？それはお約束はできません。約束できない。はい。皆さん、全国の皆さん、こんな感じですよ。先生、押しますけどいいですか？押さなくていい。なんだよ、それ。はい、だからお引き取りください。呼べばいいじゃん。お引き取りください。呼べばいいじゃん。いいですから、今もう千葉の本当に最大の、先ほども千葉の県会議員と、いや、それはそれは僕も分かるから、うん、できるだけ早くこれ終わらせたいために、だから連絡しますって一言、被災対応が終わってから、はい、終わってからもうよろしいですか。もう5分終わってから、じゃあご連絡いただけますか。それはお約束できません。なぜですか。じゃあ僕が来たらいいんですか。それはあなたがやられた発言がね、うん、ツイッター上でやられてる発言が、うん、新聞各社の社説にも載ってますけれども、うん、あなたじゃあ新聞、日本憲法や憲法に反す、国連あなたじゃあ新聞だけ見て、私の発言も見ずにやったということでいいですね。見ておりますよ。私の YouTube ご覧になってまでやってる。わかりました。その部分は見ました、はい。はい。じゃあもう連絡、この1ヶ月以内にいただけないんだったら。お約束はしません。わかりました。じゃあ裁判でも訴えますから。一切のお約束もしません。いや、だから、1ヶ月以内に連絡なければ、あなたを被告として裁判しますから。一切のお約束もしません。いや、だから、感知しません。はっきり言うと。言っときます。1ヶ月以内に。裁判のには感知しません。いや、だから僕の方からしますから、ちゃんと警告しときますから。いいですか。今、警告してるんですよ、小西さん。いいですから、いいですか、お引き取りください。押しましたけどね。ということです、小西さんという人間、こういう方ですよ。以上です。